プロ野球の世界は実力がものを言う世界ですが、しばしば監督やコーチとの衝突によりトレードの候補に上がる選手が出てくるのも事実です。昨年も中日の京田が戦う顔をしていないとの不可解な理由で2軍に降格し、その後京田はオフにトレードで横浜へ移籍しました。そんな中、1980年代の巨人をエースとして支えた西本隆は、晩年に堀内恒雄投手コーチからお前は使わないと宣言され、干され状態になったことがありました。今回の動画では西本の旧歴とともに堀内コーチとの確執についても紹介します。ドラフト外から巨人のエースへ。西本は甲子園の出場こそ叶いませんでしたが、左足を大きく上げるダイナミックなフォームに加え、右打者の懐に食い込むシュートを武器にしており、関係者から3年ダメ元でとの考えもあり、ドラフト外として1974年に巨人に入団します。入団した当初はプロ通算11本塁打を記録する打撃の良さも評価され、内野手として育てる案も出ましたが、西本が投手へのこだわりが非常に強く、野手転向の話は立ち消えとなりました。当時の西本はドラフトで入団した選手たちへの強烈なジェラシーがあり、高い契約金もらって入った選手たちには絶対に負けないとの思いで、誰よりもストイックに練習に励みます。西本は本来打者を打たせるために登板する打撃投手を務めた際も、打者のインコースギリギリに際どい球を投げ、打者を抑えることしか考えていませんでした。打球の行方を追う必要がないのに何度も振り返る西本に対して、コーチはいちいち振り返らないでいいからどんどん投げろと怒鳴られたこともあったようです。ストイックな練習の成果は徐々に発揮され、1979年には後にライバル関係となる江川卓の入団もあったことから、1980年には10勝の壁を突破します。そして翌1981年には34回の先発機会で257イニングを投げて18勝を記録し、沢村賞と日本シリーズ MVP にも輝きます。この年ライバルの江川は西本を上回る20勝を挙げ、投手五冠王を獲得する活躍を見せましたが、開幕ダッシュに貢献した西本と優勝がほぼ決まりつつあった時期に勝ち星を稼いだ江川には差があるとして、西本が沢村賞を受賞。しかしマスコミから嫌われている江川の票が西本に流れたなどの噂がささやかれ、西本にも沢村賞を返上しろとのファンからの抗議も相次ぎました。結局この件が引き金となり、翌年以降沢村賞はマスコミ投票ではなく歴代受賞者による選定へと変更されました。その後西本は巨人で126勝を挙げる活躍を見せ、晩年は江川の引退や若い投手の台頭もあり中日へ移籍。中日移籍後はキャリアハイの20勝を記録するなど意地の活躍も見せますが、1993年にオリックスを自由契約になると、西本はその数日後に入団時の監督であり、1993年から巨人の第二次政権の監督を務めていた長嶋茂雄に連絡を取ります。テスト生から巨人の契約を勝ち取るが、西本は長嶋の元に連絡をし、後日長嶋本人からまだ投げられるのかと直接質問されたと言われています。西本は当時37歳でしたが、肩肘に故障を抱えているわけでもなく、持病の椎間板ヘルニアの具合も良く、もちろん勝負できますと即答。この言葉を受け、長嶋は春季キャンプに西本をテスト生として招き入れ、練習への参加を許可し、実戦での試験の機会を設けると伝えました。前年に西本はその年投手コーチを務める堀内恒雄の元を訪れており、自分の体調に問題のないことや現役生活の最後を巨人で迎えたい思いなどをぶつけました。すると堀内は西本からの言葉を受け、入団してきたら俺はお前を起用するとの約束を交わします。この言葉を頼りに西本は背番号のないユニフォームで巨人の春季キャンプに参加し、親子ほど年の離れた選手たちと共に
練習を重ねました。長島から言い渡されていた2度のテスト当番では内容が今一つであったことから急遽3度目のテストが用意されることに。西本は3度目のテストへ向かう際に、ここで落ちたらこれが現役最後の登板になると覚悟を決めており、強い思いを持ってマウンドに向かいました。そんな西本に強い味方として現れたのが、慢性的なアキレス腱痛に悩まされていた原辰徳。原は、西本さんが投げるんだったら僕が守りますと急遽三塁の守備につき、3度目のテスト登板を経て西本は巨人との契約を勝ち取ったのです。テスト登板を経て入団した西本に対して長島監督は、西本は反骨心と練習量でエースになった、その姿勢を今の若いピッチャーたちにも見せてほしいと前向きなコメントを残しています。合格を勝ち取った西本の背番号は巨人在籍時につけていた26ではなく、新人時代に長島監督がつけていた90。若い番号はいらないと話していた西本ですが、長島監督の粋な計らいに感謝しますとコメントしています。こうして巨人はかつてのエースを招き入れ、先発3本柱に続く投手を確保したかに思えました。しかしなぜかオープン戦も後半に差し掛かった3月の後半、東京スポーツの一面に、堀内、俺が西本を使わない全理由と題した記事が掲載されたのです。西本はこの記事を見て、前年のお前を使うとの話は何だったのかと心底驚いたといいます。しかもこの記事が生まれた経緯は、東スポの新米記者が巨人の北関東遠征に向かう前に堀内の自宅を訪れ、新宿駅まで堀内の夫人が運転する車の中やその後の電車の中で聞いた話をそのまま記事にしたもの。本来こういったオフレコに近い話などは直接的な表現を避けて新聞などに掲載されることが慣例としてありましたが、この時は選手名や批判していた内容などをそのまま新米記者が記事として書き上げました。東スポ内でもこれほどまでにコーチが一選手を恣意的に使わないと宣言する記事を掲載するのか最後まで悩みましたが、紙面のインパクトを優先して堀内の言葉をそのまま掲載する決定を下します。そしてこの結果、新米記者の書いた記事が翌日の新聞一面を飾ることになったのですが、あまりにもそのまま書きすぎた内容は新聞としてのインパクトはありましたが、巨人内では大きな物議を醸しました。長島監督肝煎りと言える形で入団した西本を使わないと宣言した堀内の言動は、ある意味監督批判として捉えられることになり、堀内は球団から事情聴取を受けた上に厳重注意を言い渡されます。堀内自身もまさかオフレコに近い形で話した自分の会話が全て紙面に掲載されるとは思わず、記者に、記事にするならある首脳陣とか球団関係者にしてくれたらよかったんだけどなと恨み節を言い残しましたが、記事になった事実を覆すこともできず、球団内でも立場をなくしてしまいます。当時のことをその後東スポ運動部のデスクとなった記者は、確かに際どい話をそのまま書けばインパクトは絶大だが、毎日顔を合わせる取材対象者との関係も悪化させてしまう、その後の大きなネタをみすみす逃すことにもなりかねない、とはいえ匿名の関係者の談話による記事は読者に信憑性を疑われる、そのさじ加減は非常に難しい、どこまで書けばいいのか、新米記者の自分にとって堀内対西本事件はその後の取材に大きな教訓となったと振り返っています。記事の中では過去に西本が、練習の鬼と言われていたが目立ちたがり屋のスタンドプレーばかり、過去に皆川コーチと揉めた件も西本が自分のことだけ考えていたからああいうことになったと、コーチと起こした確執についても掘り返しており、二人は和解したと発表していた球団からすればいらぬ話を蒸し返した格好となりました。しかも西本が直接堀内を訪ねた際に、入団してきたら俺はお前を起用すると言われていた言葉は、この記事の中ではあいつにテストを受けさせるなと言ったに変わっており、堀内をよく思わない関係者からは
二枚舌と揶揄されます。そしてシーズンに入ると堀内は開き直ったかのように2軍で調整を続ける西本を幽閉状態に追いやり、シーズンで一度の登板も許さなかったのです。直属の上司に嫌われてしまった格好の西本は、自分にはもうチャンスがないと分かっていたが、2軍で汗を流す若手選手もいる手前、練習を投げ出すわけにはいかなかったと語っており、いつ1軍から声がかかってもいいように準備を怠ることはありませんでした。一軍に呼ばれないことが決定的と言える状況ながら、日々のルーティーンを崩さない西本に対して、若手選手から、西本さんよくプッツンしないでやれますね、と心配されたことがあったと言われています。当時は CS などない時代なので、早々に優勝チームが決まり、消化試合などであれば、西本登板のチャンスもありえましたが、この年は巨人と中日が、最終戦で優勝をかけて争った 10.8 決戦が行われたシーズンであり、消化試合が1試合もなかったのです。西本は 10.8 決戦を自宅のテレビで観戦し、その翌日に自ら長嶋監督に電話をかけ、10月13日に引退会見を開くことを伝えたのです。引退を決意した西本のその後、この年の巨人投手陣を振り返ると、斉藤、桑田、牧原の先発3本柱はいずれも200イニング前後を投げ2桁勝利を記録。しかしその他の先発投手で100イニング以上の投球回を記録した選手は1人もおらず、3本柱に次ぐイニングを投げた木田正夫とジミー・ジョーンズはいずれも防御率4点台に終わっていたため、一部マスコミから、3本柱以外の先発陣で安定した成績を残した選手がおらず、開幕前の堀内コーチの一見がなければ、前年5勝を記録している西本の先発登板機会はむしろ推奨されるべきだった。もし最終戦で中日に負けていれば、堀内コーチは先輩として吊るし上げになっていたはずです。と指摘を受けました。西本はシーズン中に引退試合を行うことができませんでしたが、シーズンオフの1995年、1月21日に入団以来のライバルで親友でもある貞岡昌司が西本担当の若手記者たちと玉川グラウンドでの引退試合を企画。貞岡は自分の仲間を集めてサダーズを結成し、西本と対戦。西本チームには西本を師匠と慕う桑田真澄を筆頭に、中日時代のチームメイトである山本正弘、中村武史、立浪和義らが駆けつけ、豪華な引退試合となりました。試合開始前には、長嶋茂雄も始球式を務めるために駆けつけましたが、最終回には、現役時代燃える男と言われた血が騒いだのか、突如、革のジャンパーを脱いで、セーター姿のまま、代打として打席に向かったのである、球審の平子清が、バッター長嶋をコールします。玉川グラウンドに集まった3000人が一斉にどよめく中、西本は長嶋をボテボテの三塁ゴロに仕留めますが、結果は三塁内野安打となり、長嶋に軍配が上がりました。西本はこの時のことを、まさか打席に立つとは思っていなかったからね。想像もしていなかったし、まして主福でしょ？長嶋さんが主福で打席に立ったのは、あれが最初で最後だったんじゃないのかな。とにかくぶつけちゃいけないと思って、まっすぐを軽く投げたんだけど、打ってもらった方がいい、当ててほしいと思って投げたのは初めてだった。今思うといろんな思いが込められた一球だったな。成長させてもらって、テストを受けさせてもらって、引退試合に花を添えてもらった。長嶋監督で始まったプロ野球人生を長嶋監督で終わらせてもらって、感謝の気持ちでいっぱいの一球だったよ、と振り返り、最後は長嶋と固い握手を交わしました。一方、西本を1年間幽閉した堀内は、その後も投手コーチとヘッドコーチを歴任し、2004年からは原の後を受けて監督に就任します。しかし、監督2年目の2005年は、球団シーズンワースト記録となる80敗を喫し、本拠地最終戦の試合後に、ライトスタンドを中心に、お前が悪いぞ、堀内！というコールが起こり、予定されていた試合後のセレモニーが中止される前代未聞の事態となりました。
西本との件に直接の因果関係などはありませんが、堀内は監督就任当初から部下の士気を下げさせるタイプとの指摘もあり、結果的に選手との意思疎通が取れず、チームは空中分解のような状態に陥ったのです。西本と堀内は、その後も現場で顔が合えば挨拶を交わす程度の間柄ではありますが、二人の間には深い確執があり、その中は修復不可能とも言われています。今回は、堀内恒雄に嫌われすぎた西本隆のエピソードを紹介しました。